花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金吉郎です。一週間ご無沙汰しております。今日はね、もう夏のような天気になりましたけども、梅雨明けましたよ。明けましておめでとうございますですね。ありがとうございます。でも九州の方は今日はね、ちょっと雨だったりしますけども ね、東京はもう本当に夏日ですよね、今日はね。高橋真子さん、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。今日はね、早速ね、僕のね、ふるさとというかね、福岡なんですけどもね、ご出身のですね、誰か携帯をなんかこう鳴らすんじゃねえぞって俺だよね、ごめん。素敵なねゲストをご紹介しましょう。吉村雄二郎さん、こんにちは。いらっしゃいませ。いえ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 、いかがですか。あのブルってますよ、かなり。いやいやいや全然違う。お生まれがね、まあ、今日初登場ということでね、はい、実は吉村さんご紹介していただいたのは、僕が再デビューというかね、昔も30年以上前になりますけれども、その某徳間ジャパンから出た時の、ベースの梅ちゃんのね、田川というところでカレー屋やってんだけども、そこの梅ちゃんのご紹介だったんですよ。で、前回九州のツアーというかちょこっと行った時にね、そういう男がいるんだっていうことをね、ご紹介されて、それで今日に至ったんですよ。なるほど、はい、ねえ、うん、梅さんはあれなんですよ、フェイスブックの、フェイスブックで知り合った方なんです。あ、そうなんだ。僕の大先輩 の博多の重鎮の山部善次郎さん あのホームページのタイムラインで僕がちゃちゃ入れてた時に、それ面白がって、梅さんと友達にいきなり来て、あ、そうなんだ。そこからいろいろお話しする。あ、山善とか僕同じ年なのよ。ね、それで昭和っていうね、ライブハウスで歌ってた時のね、やっぱり同世代というかね、素晴らしいボーカリストですよね、彼もね、素敵な、まあ、絵もすごいし ね、山田君ね、はい、素晴らしい、いろんな才能があるんだよね、みんなね。で、さて、そのね、裕次郎さんですけども、今までどういう活動をやってたんですか。最初はですね、僕ギタリストだったんですよ。ほう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 。で、福岡、まあ、北九州 の、ルースターズっていう、まあ、今でも、まあ、ちょこちょこやってらっしゃる重鎮、福岡の重鎮バンド、あ、ルスターズ、はいはいはい、はい、全身に人間クラブっていうバンドがありまして、ああ知って知ってる。そのバンド のボーカルの村水浩二さんっていう方が亡くなったんですけども、ほうほう、その方がしばらくやってらっしゃった方だって、やってらっしゃらなかったのを復活するっていう時に、バンドメンバーを探しまして、そこに僕入れてもらったんです、たまたま。あ、そういうことなんだ。はい、でそれからいろんな活動をしているうちに、その南さんって方がまたいなくなっちゃったもんで、お前、じゃあお前歌えってことで、それからボーカルに させられたっていう。あ、そういう流れがあるんですね。はい、僕は結構そのソニーかなんかのオーディションで、まだ SD オーディションが一番始まってばかりの第1回目でね、もうそれ受かっちゃったんで東京出てきちゃったんですよね。だからその割とそういう世代的にルスターズ世代っていうのは博多で見てないんでね、はいはいはい、モッズロッカーズとかね、はい、そこら辺は昭和とかで一緒になったりなんかしてたんですけどね、だからそういうあれですね。じゃあちょっと僕よりも世代がちょっと10したんですね。ああ、そうですか。ね、よろしくお願いいたします。筑豊弁でいこうか、なんか筑豊ね、筑豊の人が聞き寄っちゃなかろうかね。みんなね、しゃべり言ったらね、だんだんね、字が出てきてやばくなりますから、ね、やっぱり高校ぐらいまでいたんでしょ。そうです、高校卒業するまでは田川にいました。はい、本当なんか俺高校時代農型の倉手高校っていうとこだったんだけど、
うん、優秀な。いやいやいや、優秀じゃないんですけど優秀だったら俺なんかいないけどいや下駄履きだったりするわけよなんかね、バンカラですもんね。そうそう、バンカラなとこやったけどね。どうでした高校時代の田川。僕実は生徒会長だったんですよ。嘘、マジで。生徒会長、うちの高校の生徒会長っていうのはバンドやってないとできないっていう、はい、ミュージシャンが世襲でこう会長になる。そういう伝統があるんだ。ああそう。で僕の次 の会長さんは女の子だったんですけども、うん、全然バンドとかやってなかったんですけど、うん、一回はなんか歌わなきゃっつって、なんか同級生でバンド組んで歌ってましたステージで。あ、そうなんだね。結構でもね、すごく今でもその流れっていうかね、リエリーちゃんも田川出身だったり、小路王子くんはまあちょっと下だけどね、いろいろな方がね北九州にもいらっしゃいますよね。だからここに来て僕ね、博多にいる頃はそんなにたくさんいないと思ってたけど、ライブハウスとかも田川とかないと思ってたもん、はい、その時は。昔は本当になかったです、ね、なかったでしょ、はい、だから俺直方になかったから、うん、飯塚まで歌いに来てたんだもん、はいはいはい、それがもう高校時代初めて、うんうん、お客さんのコーヒー作りながらお客さんがいっぱいになったら歌うんよね、うんうんうん、それで一日そうそう、お客さんがいっぱいになったら 歌って、それまではお客さんのコーヒーとかばっかり作ったりとか、うんうん、僕らの時はですね、町民会館みたいなところを借りて、うんうんうん、で客席が絨毯だったりするんですよ、うんうん、そこでロックンロールパーティーで100人ぐらいがツイスト踊ってるみたいな、で、バンドさんはみんなクールスやったりキャロルやったりオールディーズやったり、うんうん、ハニーナイツの星降る街角やったりとかそういうのをやったりしましたね。2、3ヶ月に1回やってました、そのダンスパーティーみたいなのは。俺だから博多の時はね、もうディスコで歌ってたりしたから、昭和で食えないからさ、はい、だからもう一日もずっと歌いっぱなしでジュークボックスみたいに、そしたらロックンロール族がさ来てさ、いなり寿司みたいな頭していなり寿司いなり寿司ってそうそう、でソウルミュージックとR&B 系とロックンロール両方歌わなきゃいけなかったわけよ、はいはい、でもちろんヒット曲も全部歌わなきゃいけないんだけど、でロックンロール族がさ、もうそのちょっとソウルとかばっか歌ってたら来てさ、兄ちゃんロックンロールばかけてって言うわけよ。お前かけて、お前生身の人間じゃん、お前来たってガーって握ってさ、握らにずしよ、ガンガン蹴ったりなんかしてたけど、いや、あとは戸坂だ戸坂リーゼント。まあ余談はこれぐらいにして、今日なんか生歌をね歌ってくださるっていうことでね、素晴らしい声なんですよね。なんかね渋い感じのね、どっち歌を一人でじゃあ最初にやらせていただきます。やりますか。これはどういう歌でしょう。これは丘の上っていう曲なんですけども、はいはいはい、丘っていうのは筑豊名物の、まあ今ほとんどないんですけど、ボタ山、あボタ山を懐かしい、ね、美化した呼び名で丘って僕は呼んでるんですけど、はいはいはい、その丘の上でいろんなことを思うっていうのを、なるほど、高校の2年生の時に作った歌なんですけど、そんなとこから作ってたんだね、はい、ブルースってこんな感じかなと思って作ったんですけど、うん、実はバラードだったっていう、でもまあ僕は今この感じで歌うと、うん、まあブルース聞こえちゃうみたいで、ほうほうほう、はい、まあ、そういう歌を一曲でやらせて、丘の上はい。ここにはいられない、とどまることはない、胸に
海を吹き消せよ風よ、俺を覚めてよ。息づき眠りかれる丘の上っていう、これはあのボタ山のねことだと思いますけども、ね、はい、あの懐かしくてね、僕もあのたまに飯塚とかああいうところでボタ山あの見ますけどもね、今でも残っているんだけども、昔は真っ黒のねあの三角のこう、ね、そういうとこあの様子を見せてましたけど、今もう草も生えてきてね、あのそういう形だけうん、のとこでだけども、あのおそらく裕次郎さんとかいらした時はまだボタ山とかあった、ね、そうですね、いっぱいありましたね、うん、あのそこで遊んで必ず靴を肩をなくして帰ってました、うん、ねえ、それであのだんだんその様子も変わってきて、それがねあのきらめくんだよ ね、 光ね、かちょっと輝く、だからそういうおそらく情景がまあ、今の歌の中に出ていたのかなって聞きながらちょっと思いましたけどもですね、あのまあ僕らにとっては懐かしいですけども、まあ筑豊っていうか、あのそれから東京に出てこられたんですか？あの高校出て博多で6年間あのデザイン学校行ったり、まあ夜働きながら音楽活動バンド活動いろいろあちこちでやらせてもらって、はい、それでまああの最初に来たのは東京だったんですか？横浜ですね。横浜、はい、横浜にあのちょうどその頃がですね、危ないデカが流行ってまして、ほう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 、危ないデカ一緒に来た女性が舘ひろしさんの大ファンでした。ああそう、俺舘さんといえばね、実はねすっごい失礼なことをしたことあるのよ。あ、そう、俺元エピックソニー某ねで、そのレコーディングちょうどしてた時にちょうど同じ事務所だったんで、まああのシャネルズとか一番売れてたんだけど、当時のね名前のその佐野元春さんとかね、そういういらして、でレコーディング最中にね革ジャン着てつなぎを着てバーッと入ってきた人がいたわけ、うん、で俺たちは一生懸命そういうことをあのバンドで来たからちっちゃな九州なわけよ。でもレコーディングスタジオで九州弁でな、あもうなんかしけとかねつまらんねとか言って、俺たち今どうしようかとか悩んでたわけ。そしたらあのミキシングルームにね、そういうこうリズムしたそういうかっこいい人がポッと入ってきて、お前あれ誰やっつって、お前ちょっとさ俺らちょっと煮詰まっとくけど外出してって言ったのが舘さんやった俺金子はちょっと、ね、ちょっとあのこっちまで来てもらえますかとか言われて、で紹介されて初めてね、あ失礼しましたとか言って誰や今のとか言って
いやかっこよかった、もちろん今もねかっこいいけど、もうかっこよかったね。ね、あのいやもう知らず知らず知らないと言えよみたいな、失礼しましたとか言って。そういうことありましたけど、まあそういう時代ですよね。そうですね。横浜がすごいあの九州の人から見るとキラキラしてた時期で、僕もねだからね東京に住んでてもう住めなくなっちゃって横浜にあの越したんですよ、うん、はい、いやでもね横浜って憧れるよね、九州からしてみるとなんかね、響きがね、なんか海とかね、あの自然とかあってなんかこうスペースがあるじゃん、はい、で東京ってやっぱ俺たちはちょっと泡目、あんまり僕は東京手を住んだことないんですよ。泡目なかろ、はい、俺横浜と川崎しか知らんです、うん、そうやろ、はい、仕事は東京なんですかね、ほとんどね、うん、仕事するのはいいかもしれんけどさ、やっぱちょっと詰まっ、うん、詰まってくるよね、あんまり住みたいと思ったことないです、ね、そうやろ、東京にはうどん食べる？俺うどん食べられないと思うね、最初出てきた時。こっちのね、うん、こっちの食べ、食べんですよ、ほとんど食べんやろ、ラーメンも食べんかったですね。ラーメンやろ、うん、俺も食べんやった、ほんとやっぱみんなそうやね。電車乗り切る、乗り切るやろ、電車はもう全然平気に乗りましたけど、いや俺今バスが全然わかんない。あ、バスや、乗り方が、乗り方やろ、どこに何番乗ればいいかさっぱり分かんない。ねねねね、日本だよ。あ、日本だよ。いやでも俺システムがやっぱ違うんですもんね、こシステム、シス前から乗るかが、そう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 、どっから乗りゃいいか分からないもんね、均一運賃とか、ね、うん、なんかいまだにさ、俺も40年も経つんよ、40年も経ってね、総武線で新宿行くのに代々木で乗り換えたりしたからね。いや山手線が行くと思ってさ、代々木でわざわざ乗り換えたことがあるんです、つい最近の話やもんね。もうスマホになるまではもう同じ感じでした、うん、スマホになったらもう便利な乗り換えアプリがあるんで、うん、すんなりどこでも行けますけど、ガラケーの頃はもうそれがすっごい使いづらかったから、うん、結構大回りしたりとかしましたね。ねえ、真子さんそういうことは全くね、すみません、東京出す、ね、東京出す。松下さん四国だけどいかがですか、もう東京学生時代から出てきてる人ちょっとやっぱ違うかもね。ああ 俺たちはね、もうこっち、あ、もう来てたからね、ああ、うん、そうかそうか、俺は違うからね、もう20デビューしたのやっぱ遅くて24ぐらいだったからね、24ぐらいでデビューして、だからみんながこう学校終わって帰ってくる頃だったね、うん、あ、友達たちが、なるほど、で未だにあんまいないねんね、友達とかが、あ、僕みんないないでしょ。それは性格的に、いない者同士で友達になろうか。ということでね、今日はね吉村裕次郎さんですけどもですね、私印象がすごいね、はい、いい、うん、あの歌聞いて、なんか韓国に有名な歌手がいるじゃない、チョヨンピルです、チョヨンピルじゃないよ、違うの、ブルースシンガー、もうちょ多分亡くなった人が、韓国の、韓国のすっごいシンガーがいるんだけど、その人の歌い方とか声そっくり、そうです、ね、なんかすごいそれを思い出して、名前の誰だっけと思って今検索し てあ、それでなんか見てたの、そう探して人が歌ってる時の前、そまたすごい興味ありますね、すごくね、はい、有名な、なんかテレビでちらっと1回しか見てないんだけど、すごい残ってて、あ、同じ声だよとかも、でもあのこうやってね音楽番組っていうか、そのまあ、あのやらせていただいて、あのすごくなんとかな、皆さんご存知の方とかもね、あの たまにいらっしゃるし、先週はあのすごいあの若者、キラキラした若者でメジャーデビューっていうね、あの徳間ジャパンだったのがちょっと皮肉だったけど、俺の元 の会社だったんでね、あの本当チャンスをね掴んでいただきたいと思いますよ、そうです、ね、僕逃したものいっぱい、だからそういう方もいらっしゃるけども、いやいや、ありがとうございます。それいやでもね、今日のね吉村さんはね、ほとんどの方がね、あの、うん、ご存じないと思うんですよ。ですよね、うん、でもねやっぱりなんていうかな、そういうそのメジャーであるとかマイナーであるとかとかじゃなくてね、やっぱこういう出会いがね、僕やっぱすごく財産になるのね。だからね、ぜひね皆さんにこういうあの歌の方がいらっしゃるっていうことをね、
覚えていただきたいと思いますけどもね、もう今全国いろいろツアーをやられてるみたいですけども、はい、一昨年ぐらいから、東京以外でもやらせてもらってて、まあ、最初は関西から始まったんですけども、はいはい、関西あと仙台、去年は仙台行かせてもらって、あとは、まあ、関東でも横浜とかあんまやったことなかったんですけど、あの鎌倉市の大船の方で大きなイベントがありまして、あ、そうですか、そこに出してもらったりとか、まあ、で来週ですね、七夕の日に名古屋に、あ、名古屋、はいはいはい、参ります。あの、去年もあの名古屋行ったんですけど、その時は一人で、はいはい、伺って弾き語りして帰ってきたんですけど、今回はその時に出会ったあの名古屋のミュージシャンの方たちとあのバンドを組んで、向こうで、あの、昨日そのバンドがリハーサル名古屋でやってたみたいなんですけど、あ、そうですか、でそのバンドと、あと、はい、まあ、僕の弾き語りと、あとあの俳優の大槻裕之さんって方と、あの2人で、聴覚のカーペンターズフォロワー大吉っていうユニットそれがカーペンターズ歌うのそれ聞いてみたいな。ダミ声のクソ親父が2人でガラガラ声のカーペンターズっていいよね。聞きたい。ブーイングか大爆笑かどっちか。今度さ、2人で来てよ、またぜひね、ぜひ。おっさん呼んでるよ、ちゃん。あ、そうかそうか、それ面白いな。絵的に怖いもんがあります。小さいお子様にはおすすめ。ということでね、あの、今日生演奏でね、あの、もう一曲なんか、あの、ご紹介。はい、うん。お便り先にご紹介しますか。じゃあお便り行きますよ、いきますか、はい、博多のミキさんからいただきました。博多のミキさんね、はい、ありがとう。皆さんこんにちは、はい、先週のインフィニットアレイズの皆さんも楽しかったですね、インフィニットアレイズね、はい、はい、若さあふれるサウンドに意外、若さあふれるサウンド、若さあふれるサウンド、はい、ね、意外に今時らしい礼儀正しい感じも良かったです、はい、うん、それにスタジオ内の平均年齢も一番若かったんじゃないでしょうか。そうかね、そうかな、かもしれない、ちょっと年齢不詳ね、うん、あのメジャーですから、いや、メジャーですからね、はい、あのね、年はもう絶対言わない、ね、俺は全然言うけどね。今週のゲストの吉村雄一郎さん、はじめまして、はい、ようこそ。動画を拝見しましたが、はい、圧倒的な声の力と、個人の勝手な印象ですが、うん、家に向かう感じの歌がズーンと響いてきて、ゾクゾクする感じが素敵ですね、今日はホストのお三方と山田ディレクターが作る素晴らしい空気を楽しんでくださいね。ありがとうございます、さて今週、昔からの友達が参加しているバンドのライブコーディネートを頼まれた関係で2日間彼らのライブを楽しんできましたが、そこで再確認したことがあります。中小規模のライブスペースでのステージの場合、やはりお店の人が楽しんでいると本当に素晴らしい空間になるもんだということです。それによってお客さんも遠慮なく乗ってくるし、それが演者に伝わってさらに乗るっていう良いコミュニケーションチャンネルが成立しますね、そういう意味ではカナオさんの7月にまた行かれるスカガーのプカプカなんて、そんな理想的な空間になりそうで楽しみです、はい、リクエスト、吉村さんは好きな曲を思いっきりもら歌ってもらいたいんで何でも OK です、はい、カナオさんはチクホブルース、ダイナマイト、チクホ出ましたか、ダイナマイト、ダイナマイト出ましたか、だけど何でも OK です、はい、ありがとうございます、はい、PS、はい、今度の月曜日にはコテッちゃんに会いにブルース・ザ・ブッチャーのライブに行ってきます。コテッちゃんといえばね、この間映画館で会ったんだ。え、いや、あの、要するに偶然新宿の映画館で、それでその久しぶりに会ったんだけど、ほら、なんだっけ、あれブルース、 I am the Bruce っていう映画、まあ菊田俊介さんっていうね、あの監修してて、まあブルースの映画なんだけども、すごい、あの、そこに偶然会っちゃって、ほんでね、決まりましたね、ゲスト。あ、そう。その場で。その場でね、ちょっと決まりました。これはね、後日、あの、おそらくね、8月の5日、横浜モーションブルーでやるんだよね。うん、あの、リーちゃんと、リエリー金平さんと、それとあと、あとギターの、ほら。小野愛香ちゃん。愛香ちゃん。はいはい、3人でやるんじゃないかなっていう話で、いいね、うん、その前に、あの、愛香ちゃんとこてっちゃんだけ今度 3人じゃなくて、2人で、2人で、あのラジオはね、そういう感じでね、お楽しみいただきたいと思いますね、そういうね、偶然からそういう、はい、ありがとうございます。ということでですね、今日吉村さんの歌、なんか俺歌う、
歌ってもいいですか。吉村さん、あ、そうそう、吉村さん歌わないと。そう、さっき何しました、何しますか。さっきからの流れでいくと、これ横浜かなんかので作った曲とかってもあるんですか。横浜の歌、横浜の歌いきますか。これはどういう、いや、あなたでした、うん、まあ、もう単純に横浜への憧れを、うん、横浜に住んですぐに、あの、あんまり出歩かないのに横浜のイメージで曲を作ってしまった。横浜の野毛とかよく酒飲み行けた。いや、あんま行けない。あのね、子供がちっちゃかったから動物園ばかりです、野毛は。野毛山ね、あそこいいよね。あそこで自宅に追いかけされてました。じゃあ横浜の歌を、はい、横浜歌、ハーバーライト、ハーバーライト、ワン、ツー、スリー、フォラムサエリカリ、あの日を悔やんだままで受けゆく
灯る Happy Lights 目に気づく Happy Lights 滲ませる Happy Lightsイエイ、ありがとうございます。なんか横浜っぽいね、ハーバーライトっていうね、これ素敵じゃないですか。ね、あれですか、どういう感じがもともと好きだったんですか。ロックンロールが結構好きだったんでしょ。そうですね、まあ、あのルーツ的に言うと一番の、まあ、僕のルーツは鮎川誠さんなんですけど、うん、はい、まあ、ギタリストだったんで、うん、もう鮎川さんのギターしかコピーしてなかったですね。あとはあのキャロル、キャロル、はい、キャロル、キャロルはあのベースもギター2本とも全部コピーしましたね。おうおうおう、あ、今度は宇宙美さんとやりますね。宇宙美さんもね、このラジオ局でね、毎週も、水曜日ラジオやられてますけども、ね、もうちょいちょい共演をさせてもらったんですけど、本当全然覚えてもらえないです。今度荻窪でねやりますけどもね、マカさんも一緒ですよね。あ、そうだっけ。そうだよ。クラブドクターで。クラブドクターまだ。クラブドクター。うん。よく行く。うん。はいはい。あい大丈夫？大丈夫？一応予定は入ってるよもう。いつやるの？8月だよ。8月の。5日とか、うん。僕4日にデクトでいます。4日。はい。4日にドクターです。うん。ギタリストで。はい、あ。そうなんですか。みんな結構やってるんですね、はい、クラブドクターって、うん、そうそう、ちょっと後で確認確認しましょう。あ、そうって、マジ、いや、おそらくまこちゃんも言ってあるよ、うん、スケジュール入れてると思うよ。もうこういうね、金尾城高橋誠、いい加減な。僕もね、じゃあ横浜に来て作った歌をちょっとやってみますか。で、コーラス、いや、この、曲がるマイクを僕ギターもらっていいですか。で、コーラス松下さんこれやってください。あ、いいですか。じゃあ先ほどのね、ミキさんのリクエストにお答えいたしますか。ダイナマイト、これはね、横浜でね、野毛っていうところで飲んでる時に作った歌ですね。飲んだくれの歌ですね。Show
はい、ということで博多のミキさんのリクエストにお答えしました。ダイナマイトっていうね、これもあの横浜懐かしのね、横浜のげ明日のげですよ、のげあ、ということでですね、実はですね久々にのげに行きますね。明日いいところに持ってくるじゃない、明日ライブですね。そういえばね、あの金尾芳郎投げ銭ライブ、投げ銭ライブ珍しいですね。投げ銭ライブっていうのは九州はあんまりなかったもんね、投げ銭っていうね、関西の方からマイクをちょっと、来ましたけどもですね、投げ銭ライブ明日は野毛スモーキーですね、はい、渡辺武史ギターですね、ザ・ウォッカの渡辺武史君久しぶりに、一緒にやります、松下としみさんということでね、はい、投げ銭、19時半ぐらいからやりますか、はい、ね、あのちょっと早めにやりましょう。早めにって勝手に店はね帰れなくなっちゃう。そう、あれですけどね、久しぶりにね野毛に行きますけども、あれ俺辛いんだ最近ね、俺酒飲んでやんないから歌う前に酒飲んで、あの歌はちょっと歌わないように決めてて、それで歌う前に野毛通るじゃん、ものすごく辛いのよねあれ。本当に辛いよね、あの焼き鳥の匂いとかね、あのいろんなこうくぐってあそこに行くからね、やっぱそういうのに ね行っちゃうんですかね、俺はそういうの全く分かんないよ ねそうだよね、真子さんもあの クリーンだね感じのね、早く通り過ぎたよね、クリーンって言えばあんまりクリーンではない、クリーンではない、クリーンではない、まあでもね、いやいや、そういうこともね、僕もあのまあほどほどにっていうことがありますから最近いろいろ考えてさ、あなたじゃないの吉村さんはいかがですか、体調とかは大丈夫ですか。もうボロボロですね50を過ぎてもう坂道を転がり落ちるいいないいな、あマジでいいな、ね、あのずっと僕もあのステージ前はお酒飲むのやめてたんですよ、あの特にこう一人でやり始めて、まあ、2012年ぐらいからですね、あのお酒飲まずに歌い終わってから飲むように。ああそうだよね、だんだんあのもう今そろそろその一人でやるライブがもう70回超えて、だんだんそのあたりからズルズルになってきた。ああなるほどねそうかそうか、もう狩猟がもうめっきり減りましたから、そんな大体に人間ってさもう飲む量って決まってんだ一緒に、そうです、ね、一緒にね、そうかな、俺も人の2倍ぐらい 2,3 倍飲んでるから、もうそろそろいいんじゃないかっていう、まあ、なかなかそのね、まあ、ねだんだん飲めなくなるじゃん。そうです、飲めないです、これ以上先がまず飲めないですね。あウイスキーをストレートで前はガンガン飲んでたんですけど、今もハイボールばっかりです。ああ本当、はい、ハイボール飲んでもこんな声ですけどね。あでもね、まあ、それぞれいろんなね、はい、ことを乗り切るためにはいろんなちょっとストイックになる部分もあるのかもしれない、ね、山田さんが笑われましたけど、ね、お前が一番やるんだよみたいなもうちょっとストイックにならないってね、あのやっぱり声が出ますからね、山田さんいつもヘッドホンで聞いてるから、ね、僕の声の調子を分かるわけよ、だからしばらくちょっと調子悪かったりなんかするとやっぱりもうちょっとね当たりがね冷たいんだよね挨拶の帰ってき方もまた違ったりなんかするわけよ面、うん、まあそういうのもありますけどね、ということでね、今日はあの吉村裕次郎さんのねをご紹介してますけども、はい、吉村裕次郎さんの歌いきますか、うん、大丈夫ですか、ギャンブル人生ってあるの、ギャンブル人生これいいね、もうですね、もうギャンブル人生の歌があるんですか、ちょっと前、ね、どういう、これはどういう、まあ単純に僕もあの35歳までは爆竹でした、はい、いろんな、あそうなんだ、やってまして、あの35歳でピタッと足を洗いましたけど、本当、女房の手前には30でやめたことになってるんですけど、あと 5年ぐらいやめられずにつるつるなんかちょいちょいやってましたけど、もう35でピタッとやめて、うん、ギャンブルって何を、まあどういう、あの合法的なもの、合法的な、あのあれ競馬、まあ競馬パチンコ、あの公営、飯塚オートとかやるの、飯塚オート公営、
高校生の時にただのバス乗ってああ飯塚ウッドね、僕本当に思い出深いのね、ご当時から、はい、ご当時ね行ってました。もうね、国を挙げてギャンブル推奨してますからね、うん、そうですよね、なるほどね、うん、まあ、いい国です、ね、だって宝くじだってギャンブルですから、ね、まあそうだね、うん、まあでもあのまあそういう時期もあるよね、いろいろそういうので潤ってきたりとかする時期もあるのかもしれないけどね、まあ僕はね全然ギャンブルしないのよね、しないんだね、うん、ギャンブルはねしないです、あの人生ギャンブルですからね、ああ大きいギャンブルそれに気づいたの35歳でした。ということでね、そのギャンブル人生っていう歌をいきますか、はい、じゃあやらせていただきます、吉村さんの、
はい、ということでね、吉村雄二郎さん、ギャンブル人生ね、あの素敵なちょっとジャジーな感じのね、素敵な歌ですけど、ね、ということでこれあのまあ、こっちはさすがだよね、主任ガーッと落ちてもね、そうそう、一弦だけ一弦だけ弾かないでソロ弾いてるっていうのは すごいよね、すす素晴らしいよね、でもね、その対処できるっていうね、ということで、じゃあ俺最後にね、今日一曲もう一曲歌おうかな、あのこれミキさんのリクエストで、うん、筑豊ブルースいきますか、お互いにあの筑豊ということでですね、筑豊ということで、いきましょうか、One, two, three. 朝のない夜はない叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた、絶望のそこからいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。街はいつものように始まり、人は今日も週末を迎える、約束はまだ手を握る日が来るさ、いつもそう信じてここまで来た。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た。ということできちっと終わりましたね、いかがでしたでしょうか、今日も楽しい音楽魂でしたけども、本日のゲスト吉村雄二郎さんです、どうもありがとうございます。またぜひ名古屋の7月7日はいはいはい、名古屋スローブルース、スローブルースだ、はい、スローブルース名古屋スローブルース、はい、頑張っていただきたいと思います、また来てよ、ねえ、来てください、カーペンターズも今度も筑豊弁ばっかりしようか今日はあれだけどね、筑豊弁なんとかキーとか言うてんだよね、いっちゃになったキーとかね、ゾロビクとかいう言葉があるね、ゾロビクゾロビクってあのなんかあのまあいろいろ引きずることゾロビク、で桑田敦子ちゃんとかもね結構来たら能型だから筑豊弁で話すよね、うん、ということでね、また来週はね山本恭司さん、はいはい、
お楽しみいただきたいと思います。田川に来ましたね。そう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 、うん、この間ね田川に来てなんか盛り上がったみたいな、あの九州ツアーも ね、 いいね。ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は金吉郎と高橋誠と松下俊美でした。ということでまた、楽しい時間をお過ごし、したいと思います。See you next time。 季節は巡り祭りがある懐かしき友がいる忘れかけてた思いが体に染み渡る熱き心が好きさ